こんにちは、今日も元気に姫路城もえりんです。はい、というわけで今日はハロウィンの日になるんですかね。まあうちはこの前ね、ちょっと一足早めに渋谷のハロウィンを味わってきたんですけど、まあこんな世間がねワイワイしてる日時こそまったりしようよっていう動画です。で、今日はあるものを手に入れてきたんですよ。それがこちら、シュルル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 ルプシューン、大人の琥珀園女神のルビーポッキー、イエーイ。ってことでね、一回ね2015年に販売をしたらしいんですけど、わずか4日間で売り切れたという998円の高級ポッキーです。で、今回はそれを再販するっていうことなので、もう早速ネットでしか確か注文できんかったから、当日にもうパーって予約してきました。で、このポッキーたちなんですけど、お酒に合うらしいんですよ。こっちの女神のルビーが赤ワインとの相性がすごいいいらしくて、こっちの大人の琥珀青い方はウイスキーとの相性がいいらしいです。まあでもね、私は前からも言ってるんですけど、お酒が苦手です。だからお酒に合うお菓子なんてたしなめるわけがないんですけど、でも一応ねYouTuber ということで飲み比べ食べ比べをしてみたいと思います。はい、というわけで大人ぶってワインとウイスキーを買ってきました。さあ、果たしてビール一杯でも酔ってしまう私がワインとウイスキーなんていけるのか、でもちょっと楽しみやね。じゃあ OK。 はい、じゃあまずね、これクリアンサベンティミアセレクシオナーラハーフ、スペイン産の度数は13度で、結構フルーティーな味らしいです。で、今度はこれ、これね、パッケージがすごい面白いなと思ったんですけど、これイタリア産やったかな、あ、トスカーナやからイタリアかね。こんなん798円とかで売ってたんですよ。ほんで赤ワインの最後はこれ、これがチリ産で重口の 13.5 度らしい。なんもわかんねえ。はい、というわけで早速開けていきます。あ、すごい、こんな感じで入ってる。中身はもう至ってね割と普通のポッキーやけど、これがね普段の約8、9倍とかっしょ。すごいよね。いただきます。あ、すごい、ね、めっちゃ美味しい。ベリー的な風味がする。あ、酸っぱい。このワインが結構なんやろう、甘さは全くないから、このポッキー食べた時にくどくないのはすごいいいのかな。こっちのモナリザに飲みます。あ、でも私的にこっちよりも飲みやすいかもしれへん。こっちは第一印象から攻撃性高めでバンって感じやねんけど、モナリザはなんか、まあ、優しめな感じなのかな。やっぱねポッキーが美味しい。あ、でもこっちとこっちの時点でポッキーの味がちょっと違う。じゃ、一旦こっち2つ置いといて、最後のあのチリさんのやつ結構希少らしいので飲んでみたいと思います。あー、すごい、これはすごい苦い。あの一番目に飲んだ時とはまた違う攻撃性を感じる。わからんな。私マジで評論家じゃないんで、超凡人的な意見なんですけど、この3つの中で一番飲みやすかったのがこのモナリザで、でこっちの2つは、まあ、酸味とこっち結構重みの強さって感じがしてんけど、重みのねある方がこの赤いポッキーに合って出るんじゃないかなって思いました。そうね、だからこの赤ポッキーに一番合うなと私が思ったのはこちらのモナリザワインです。まあ、やっぱね口当たりが良くないと何事も始まらない。はい、じゃあ今度は、こっちの青い大人の琥珀をこちらのウイスキーと一緒に飲んでみたいと思います。ホワイトホースっていうスコットランド産のウイスキーらしいです。うちがアルバイトしてた時はウイスキーイコールあのジャック・ダニエル
ていうイメージがすごい強くて、お客さんからもジャックダニエルショットでとかよく注文されてたんですけど、これはなんとアルコール度数 40% です。もうほんまにウイスキーだけはほんまに苦手で、ハイボールとかもほんまに意味がわからない。あーもう最悪、この匂い最悪。どんくらいの量入れたらいいんやろ。とりあえずこんぐらいまで入れてみたんですけど、一口飲んでみたいと思います。いただきます。すごいわ。ほんまにあなたすごいね。来るね。なんかすごい泣きたくなってきた。私にはわからん、この味の良さがわからん。まあ、でももしかしたらね、このポッキーと一緒に飲むと食べると美味しいかもしれへんから、やってみよう。いただきます。うわ、全然赤と全然味が違う。青い方が渋い、干し柿みたいな味がする。うん、なんかこのポッキーにはすごい申し訳ないんですけど、本当に私がウイスキー苦手すぎて、ウイスキーの苦手さをかき消すためのポッキーみたいになってる。でも確かに飲んで食べて、こう甘み、チョコレートの甘みが来た時はすごい美味しく感じるから、ウイスキーが好きな人とか得意な人はすごい美味しく感じられるのかなと思う。よっしゃー、なんとか。ワインはねちゃんと3つとも飲み終えたので、残るはウイスキーですね。もうグイッといっちゃった方が良さそうだね。いきます。うわ、おお、口の中に保健室がある。やばい、飲み方が悪いんかな。私鼻にすごいくるんですよね。なんかね、見た感じこの顔の赤さには全然出てないんですけど、体内でねなんかこうカーッと込み上げてくるものがすごいあるんですよ。いやね、やっぱりねお酒じゃないな、これだと思うんですよ。はい、コーラ。もう残りがほんまに少なくなってる。やっぱコーラが一番美味しい。はい、というわけで、もう大した食レポ、大したインレポ、飲みレポもできなかったんですけども、気になった方はね、ぜひネットとかでね検索してみてください。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので、よかったらフォローしてください。バイバイ。